訓練中に感情が溢れ出してしまった、アクアタイムズ。臭い時、臭いと言えたらいいのにな。はい、どうもこんばんは。ふわふわタイムズです。よろしくお願いします。本日の企画、CS テニス選手、紹介させてくれめっせ。本日紹介させていただくんですけども、このね、バルセロナ、アトレティコ、ロシア、ロシアじゃない、間違えた。バルセロナ、アトレティコ、ローマ、ナポリ。このね、4チームの、ね、テニス選手を紹介していこうというわけですよ。で、まあ、その中で、ね、まず一人ずついきますね、じゃあ。まあ、まず一人目なんですけども、こちら行きましょうか。ジェコ。ジェコは、もう総合値と能力値、これ見てください。もう明らかにジェコいんですよ。もう明らかにジェコいから、あ、もうジェコはもうジェコくなっちゃったんだなと思ったんですけど、実際に使ってみたら、ジェコはジェコだったんですよ。あ、どういうこと？ちょっと待って。要は何が言いたかっていうと、2020とあんま変わらん。それこそさ、オフェンスセンスとか決定力とかさ、ヘディングとかその辺のフィジコンとか、そういうところに関しては明らかに数値下がった時弱くなっとると思うやん。でも全然変わらんよ。もうジェコはジェコよ。もうほぼダイソンよ。もう変わらんこいつは。次が、フレンキー・デヨングとかいうただのイケメンです。足元の数値見てください。スピード心配で見てください。そう、お分かり通り彼は強いです。ボール持ってる時の操作のしやすさはマジである。なんかドリブルでちょっとなんか抜いたりとか、なんかその体勢悪い時代パス出したりとか、細かいところでなんか差を見せつけてくるというか、繊細なんですよね。多分女です。ただ使ってみて思ったのは、フィジコンとか、ボール出しとかに関しては、わからんかも。なんか赤とかでも全然納得。結構なんかさ、黄色と緑で彩られとるやん、森みたいな感じとるやん。俺ここが仮に大火事状態でも、あ、そっかーって感じもあると。まあ、ホセマリア姫ですね。一番の弱点は身長と言われてました。そこに関してはどうなんかなっていうところなんやけど、ジャンプ99は伊達じゃねえ。マジで超飛ぶ。これライモン太郎完全に。で、まあ、スピード瞬発が83、80で、まあ、そこに関してはあんま速くないんかなと思ったら、まあ、結構思った以上速いよ。やっぱちっちゃいからなのかな、わからんけど。で、お次がファビアン・ルイスよ。まあ、もう説明するもなんかどうなんて感じだけど、身長189の、グランダーバス97の、フィジカルコンテナ86、ボディコ89、弱いわけないやん。弱いわけなかった。ちゃんと強い。うん。ちゃんと強い。今んとこめちゃめちゃこいつの弱点探したけど、マジで M ハゲぐらい。マジで。しかも唯一弱点になり得るかと思ったスピード瞬発も、そんな気にならん。で、次はね、一応使ってみました。オブラク。オブラクに関してはですね、パントキック適当やから嫌い。でも、アイコンかっこいいから好き。なんか、ホスト狂いの女の気持ち分かったわ。で、最後になりました。この、ビクター・オシメーンという男で。まあ、私、令和チャンネルはオシメーンの能力値見るとき最初言いました。え、オシメーンもしかしてそんな強くないと。これ実際使いました。これ、オバメです。これ、オバメ。いや、令和チャンネル、オバメってもうすでにおるやんって言いよりや。あれオバメじゃないんで。俺の言うオバメっていうのは2018のオバメやから。2018以降のオバメは、ピエール・オバメングっていう同姓同名の陸上選手やから。あれ違うから。これは、オバメ。2018で死んだと思われたオバメは、実は名前を変えて生きてたんですよ。ね？なんか、アブドゥルみたいな感じで、こっそり生きてたのよ。2018の時のオバメが2020仕様になったらこんな感じやろな、がこいつ。マジで感動した。だからマンコだけで彼女当てる企画みたいな感じで、あ、もうこのオバメやーみたいな、なりましたもん、本当に。で、あとね、もう一個自慢させてほしい。俺の推しメンさ、スルーバス続いたよって。言っていい？マジ無敵。マジ無敵。マジ AV 制作会社、マジで無敵。これ推しメンテレでと、マジでおすすめ。グランダーバス81でスルーバスつけても大して意味ないやろと思うやん。マジベンゼマ。もう、オバメとベンゼマくっつけちゃったよ、もう。ね、悟空のベジータ勝手させちゃったみたいなもんだからね、これね。もうさ、俺ももうズブズブなわけよ、もう。もう、推しメンが、まあ、推しメンなわけよ。うん。比較ってすごいわ。はい。というわけで今回は、この6人を全員ぶち込んでこの使い方で、敵をボコボコボコぐちゃ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 ギト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 させていきたいと思いますんで、早速、やっていきましょう！覚悟が！まあ、推し面がライブアップで B やから、そこは保証されたのでかい。そして、他のやつ。あー、出た！ファビアン・ルイスはマジで整理多い！いや、マジファビアン・ルイス精神状態安定してんからな。マジブローリーなよ、こいつマジで。クライフ、ファビアン・ルイスとファビアン・ルイスのパス能力は健在しておる。で、推し面。あー、無理か。さすがにちょっと息急ぎすぎたな。で、ジェコがしっかり体キープして、そう、ボールキープして、そう、取られない。これジェコの強いとこな。全然変わらんくない？で、推し面が抜けて、ドーン！強い！おい、見てくれよ、この悪魔の姿！夢に出てきちまいそうだな！それはちょっと違う。ずっとこう。ナイス！ファビアン・ルイス、さすが！守備もできちゃう！たまん、落ちて！危ない、さすがファビアン・ルイス。見てください、この攻守に対する献身を。で、おしめボール持つじゃん。
ま、これはパスですよ。あ、ちょ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 、縦出して、クライフ、サイド。で、これ、押し面にボール渡して、あ、これ抜け取るやろ、こいつも。今、この、足元のスキル見せたかったけど、渡したけどさ、ボール。あ、これ、ジェコ行ってるな。で、ジェコもね、そう、ほら行くんすよ。あー、まあ、シュート減ったくさいけど。デヨング。デヨングはね、そう、この小回り引っ掛け、あ、これいいね。ここなんかボールちょこちょこ余裕で持ってるのでかい。ゴー。あ、来た。完璧。ジェコ、ジェコ、おい、ジェコ、行け、ジェコ。あ、惜しい。これもフィニッシャーの押し目見せるわ、じゃあ。無理か。あ、くそー。でもいいね。あ、デヨングナイス。デヨング、押し目なんで、ここでスルバス。完璧。あー、惜しい。おい、ジェコ決めろって、おい。でも見てよ。もうこのなんかもうオーダー。もうレイプやん、ほぼ。映ってるか、これ。YouTube。広告つくか、今日。下がれ、下がれ、下がれ。これ押し目に前からチェイシングしてもらって、この前からの押し目のプレッシャー。このままじで2018のオーバーメヤングを放送させる恐ろしさ。ヒメネス、立って。まあ、足元うまいからな、ヒメネスは。ほんや、体力なくなっとるな。押し目いけ。おい、クソ無理やった。ごめん。ごめん。もうちょい、もうちょい押し目を人として扱おう。ごめん。獣として扱っとるわ。もう何でもありやと思ってる、俺も。あ、まあ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 。まあまあ、でもでも。もう、皆さんね、大体分かったでしょ。ちょ、令和チャンネルがちょっともっと押し目を見せたい、見せたいという気持ちが前がかりになりすぎて、ちょ、なんか最終的に何やりたいか分からなくなっちゃったみたいになったんやけど、ちょ、なんかあのね、あの、肩に力入った時のダイヤみたいになっちゃったけど、後半冷静にいきます。流れるように、こう、敵を誘い込むようにディフェンスして、ボールを回収。その後、ヒメネス。縦。ビエラ。で、ファビアレスのパス見る。どうよ、これ。ずれとるやないかい。何よ。お前、ずれとるやないかい。お前、発表会の日だけ緊張するのは幼稚園児か。ちょ、待って。やばい。はあ、危ない。オブラクオブラクさん、皆さん、オブラクは180センチ台だからバカにしてませんか。オブラク、お前、お前、ヒメネス、青飛ぶやろ。すごくない、あいつ、あの、下にジャンプレをつけれるから。ディオング。うまい。ビエラ。縦。ナイス。で、ジェコを一回下げて、クライフ。で、押し面がこれボールガッガッガッガ持って、スルバス。完璧じゃなーい。これが悪魔の力。喧嘩も強くて、裁縫もできるヤンキーみたいなな。どう、どうですか。で、これ裏抜けたらもうこいつ止めるもんおらんから。もうダメよ、もう、目の前にスペースあげたらダメよ、もう。チェンジチェンジ。俺もう、なんか取るから、なんか取るから、こうやって。バールだろ。ふざけんな、押し目人として扱われてない。まあそのぐらいハンデにもならんぞっていうことを教えてやりましょう。あ、死んだ。これ立ってんな。ファミアリス。あ、まあ、ジェコ行った。惜しい。ジェコ。あー、惜しい惜しい。そう、ジェコもなんかあんな感じでぬるーって前抜けたりするよな。結構なんか万引き犯みたいな感じで。ディオンボルトロ。ディオンボルトロ、これは。やばい。ことはない。もう時間は俺のもんだ。あばよ。せあまたおもちゃが壊れちゃったね、おしめ。おしめは当たれんかったけど、ファティ持っとるし、おしめは当たってないけど、ザミオル持っとるし。お前ら全員アホ。これが最強。これが一番強い。もう5歳期やと思って、こいつがワニの子。ねえ、今、俺がワニの子派っていうことがバレましたけど。てか見た、みんな、ホセマリア・ヒメネスの跳躍力やばかったくない？マジなんかさ、射精みたいじゃない？ピャイーン飛ぶやん。まあでも一回だけじゃね、ビッチーズやヘイラーズはこういうんですよ。そんなのただの偶然だろってね。だからもう一試合やって、それが本当に実力だっていうことを証明させていただきたいと思います。DJ 始め、レッツゴー。あー、押し面でぶち抜きて、ゴールネット揺らして、マジで。グワングワンさせて。というわけで、ね、もう先がね、もう漏れちゃってるんですけど、早速やっていきたいと思います。まずはこちらの調子。ファミアルイス、さすがに、2回連続は、なしよ。よしよしよし、相手はこれ。あ、いやー、ハングリッチか。こいつメロンパンから血もらっとるな。あとはこいつが上限か下限かの問題や。あとは。お前の攻撃見せてみろよ。全部弾き返してやるぜ。ファミアルイス、落ち着けよ。落ち着けよ。さあ、マジックシリンダーを発動させて、あ、ちょ、危なー、危なー。おい、ちょっとオブラクバカか。お前、手出すな、すぐに。女ちゃうんやから。これバレてるけど、まあいいか。通ったからセーフ。クライフ、いいね。ジェッコー、来た。おしゃい、ピケツリアー、くそがまあでも、まあね、さすがさすが。もうあの、無条件に抜ける感じ。ルンメリゲ、フェルナンド・トーレス、おしめんよ、もう時代は。ファビアン・ルイス、行きましょう。これはもうコーナーキックでガッツリ。飛び、おしめん。いやー、おしおし。押し面だけにな。ごめん。しょうもないこと言った。ジェコ、ジェコ。ジェコ。ジェコ、これ。突っ込む。あー、突っ込んだだけ。すげえぬるーってかわされた。握手会行った肝音みたいな。すげえスルーって。あ、ちょ、待って、あ、やばい。やばいやばいやばい。ヒメネス戻ろう。これ間に合ってくれ、ヒメネス。いや、その前にビエラが殺した。クライフ。待って、マメネス。
助けてください。このパス能力どうよ。ファビアンレスこれできるから。クレフやっちゃったやっちゃった、なんとかクレフ、なんとかして、お願いクレフ、めっちゃモテたい、めっちゃモテたい、お願いクレフ、めっちゃモテたい、めっちゃモテたい、じゃがーやまみあディオグレイス、さすがボールも取れちゃうから。こいつはキックポイント、こっち向いてシーン、これはもう裏警戒するから。姫野さんが同じその小回りの効くところがいいから、こうやってうまいことディフェンスラインをケアしつつやられると。こういう時こそもしっかり周りを見てな。ちょ待って、やばいやばい、あー、ヒメルスやられてる、まずい、いやーちょ危ない。お情けありがとうございます。見せ場がねえ。やばい、見せ場がない。ちょっとデオ立て出してくれ、頼んないっす、いった、惜しい、よくいった、うわー惜しい惜しい、今完璧やったのに。分かった、俺なんで今レアチャンネルが集中できたのかって分かりました。あのおしっこしてないから、おしっこしてくる。中盤でごにゃごにゃパス回してる間に取られとるから、もっと積極的に縦出していこう。うん、これで余裕、もう SDC で言う涙が俺で言うおしっこ、もう完璧です、超スッキリしました。うん、暗い、うん、おしめ、あれでミスタースルーパスやのに、なんでドリブルしちゃったんかな、マジで。クライフ、そう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 、ディオング、一回預けて、おしめが落として、そっからの、違う、おしめ、おしめ、おしめ、違う、待って、ね、今チャンネル、ケアレスミスが。ちょっと待って、ビエラ。ナイスビエラ、その後がない、ビエラ頑張れ、戻れ戻れ、ここもビエラなんだか、よしよしよし。おい、ビエラの仕事量多すぎるだろ、これもう。ブラック企業か、あいつだけ。ナイス、ジェコ、いい落ち、ディオング、で、ジェコ、ジェコ、あ、ダメ、取りすぎてる。ジェコです回収回収、ジェコで回収回収、あ、ナイス、ビエラ。で、ディオングから立てます。それが通る。嘘、触らんの、オロチカツミかお前は。うん、おしまい、いいね、通るかな、ジェコ、もう一回、あー、やっちゃった、かぶった。くそ、ナイス、ジェコ、おしまい、いけ、あー、くそ、うん、あ、いいね、ファイアルイズで、高い土のおしまいにボール渡してオフサイドにかかる、これが人生。僕は何のためにウィンニングゲームでゲーム実況やってるかというと、皆さんに人生を学んでほしいか、そうなんですよね、はい、おっぱいとバンコです、人生は。うん、ビエラ、おしまい、ここジェコまでおつけ、よしよし、よく自分の力量を測った。マジか、いけるって、あとちょっとやって、マジでもうあと、もう引き金引くだけのところに来とやって、マジ危な、お前やめろって、それマジホーランドとかさ、そのなんか、あ、悪いことしちゃってる。もう見えないところに人傷つけてるわ、白日みたいなことすんな、お前知らず知らずに傷つけんな、お前もう行ってくれ、おしめナイス、下げて、あ、そこだけじゃん、おしめが死んでる、おしめが侵害つかめてるから、その間にクライフ、お前がダメだって、クライフの体力がもう限界よ、結果、交代する忘れとった。検証結果、頻尿は病気。以上。